湾軍司令官安藤力地陸軍大将は12月30日台湾総督に就任。翌31日初登庁、長谷川前総督と事務引き継ぎを行いました。バイアス湾敵前上陸に有名を馳せた将軍を総督に迎え、我が第一線補給基地台湾の決戦態勢はいよいよ完璧となったのであります。明けて昭和20年元旦、将軍は台湾神宮に信任報告を行い、大東亜戦争必勝を祈りました。ここに我が南方要塞台湾はこの将軍総督のもと一致団結、さらに必勝への誓いを固めたのであります。万歳の声、日の丸の旗に送られて本島人の想定入れた日、2月1日、台湾全土に若々しい決戦の息はみなぎる。幼体以来50年、西恩あまねく徴兵制の志向を見て、この日入営の第一陣。高度にバシー海峡を隔てて決戦場フィリピンは近く、送る人送られる人もろともに赴く勝利の道。元気な発展鼓の声、英帝に響き渡る時、台湾軍司令官安藤大将がにこやかな笑いとともに天鼓に勇む和光度たちを親しく訪れた。軍服姿も凛々しく、入隊式は始められた。今日よりは四股の見立てとして忠勇なる先輩に続かんとする本島総帝入営第一陣。